Hi everyone! How is it going? It's me, Takeharu. Please call me Better. So today is Thursday, January 30th. It's cold. By the way, I use 4 apps. So today I'm gonna introduce these apps. Let's get started. So the first, this. This name is Nick Stiles English Conversation. This app, is separated 5 parts. このアプリは5つのパートに分かれています。はい、まず、the first, word changing. 置き換えですね。ワード塊をこう置き換えることによって文章表現をしていきましょうということですね。second, A plus B, joint word. 塊とか文のフレーズを組み合わせることによって、構文、文章、簡単なものができますね。これを作っていきます。The third, three step. これ、そうですね。主語、主語が誰なのか。それから、時制ですね。時制が、past, or current, or future。過去なのか、現在なのか、未来なのかですね。あとは、フレーズスタイル、文系のスタイルですね。肯定形なのか、疑問なのか、それから、否定形なのか。この3つの種類ですね。これを的確に取捨選択して、パッと文を作るということですね。First, Q&A。Question and Answer ということで、要は自分が言いたいことを瞬時にパッとこう言うですね。さっきのこれ、もう問いかけに特化してますけども、なんていうのかな。いろいろ。あなたは普段何をしているのっていうのと、あなたは今何をしているの何がしたいのとかっていう、いろんなパターンでもって、要は、good morning とか、例えば、I like とかっていう感じでも、考えなくても出るような言葉ですね。それと同じような感じで、もう、言いたいことがさっとこう、聞けるような感じですね。あと、アンサーの方は、要は、会話のキャッチボールをスピーディーにできるように脳、頭、耳を鳴らしていく。ような、訓練的な意味合いがちょっと強い感じですね。はい。reading、音読という形で、これネイティブのスピーカーの方が、録音してるんですけども、リスニングの勉強とスピーキングになりますね。結局、リスニングしながら、要はなんて言ってるのかっていうのをしっかり聞き取れるようにする練習と、それから、それに合わせてスピーキングの練習ですね。発音練習。まとめて、要は、このワードとこのワードがくっついたらこういう音になるんだよと、こういう発音の仕方になるんだよっていうのが勉強できますので、スムーズに聞けてスムーズに喋れるような感じの練習ですね。どっちかというと、どうなんでしょうね。これ慣れてから、徐々にやりつつ、スピードアップをするために、リスニングの勉強にはすごくいいかもしれませんね。スピーキングに関しては、ちょっとずつやっていけばいいんじゃないかなと思います。これはレッスン動画ですね。チュートリアルになります。So, more details, please watch, introduce videos. 詳しくは紹介動画をお願いいたします。next app is 1億人の英文法。There is 1億人の英文法。学習する形式を選択してください。Yeah. This app, you can practice. You can practice. On Grammar of Junior High School and High School Days。中学校、それから高校で習ったようなことをこう漏らした、文法を漏らしたような本で1億人の英文法というのがあるんですけども、そのアプリ版ということで問題集ですね、が入ってるアプリになります。で、それを網羅してるんで、まあ、話すための英文法ということなので、まあ、これをしっかり身につけることによって、まあ、要は、表現的な、自然な表現ですね。かしこまった表現ではなしに、自然な表現、を使って、まあ、会話をするのに役立つんではないかなと。いうところですね。これ、まあ、確認テストということで、まあ、何回か紹介しましたけども、いくつかのパートに分かれてまして、一番大事なのはこのチャプター1とチャプター2ですね。基本文型、主語、動詞と名詞。これをもう本当に覚えると。あとは、まあ、それに基づいた形の形容詞に、まあ、結構フォーカスした。比較にフォーカスした。助動詞にフォーカスしたパートありますんで、これ全部で940問、904フレーズ。まあ、文型としてはね、まあ、もっと、形としてはあれなんですけども、単語を踏まえた種類としては940もあるんで、これだけ全部しっかりと覚えて、答えられるようになるとかなりの実力になるんじゃないかなと思います。はい。Next.、this app is iKnow.、it's iKnow.So, this app is separated five parts. First, iKnow is you can practice vocabulary and vocabularies and phrases. Second.Speed quiz, speedy quiz. So you can, you choose two answers. 二択クイズで、答えをやっていきます。まあこれ二択なんでね、50% です正解する確率が。で一応そのまあリズミカルに。答えていくことによって、まあ、理解度を深めていくと。で、これ、iKnow っていうアプリ自体が、要はどれぐらい記憶してるかとか、もしくは、忘却直線ってありますよね。あるんですけども、どのぐらい、人間ってこんだけ覚えても、翌日にはこれだけ忘れてる。何日後には完全に忘れてるっていう曲線があるんで、まあ、忘れかけた頃に、そのもう一回、勉強するっていうのが一番いいタイミングらしいんで、それを自動的に、やってくれます。で、このスピードクイズっていうのは2択なんで、まあどちらかというとこれ覚えてますよっていう認識されるのが早いんですね。正解する確率が高いですから。ただし、でも2択なんで本当に覚えてるかどうかわからないので、定着してますよ、覚えてますよって認定されてもすぐ忘れてますよっていうのが戻るんですね。このサイクルが早いので、ただ、気分転換というかね、スピーディーに答えることによって、まあ、実力をつけていくと。ということで、やっていきます。Third is self-check. 自己診断ということですね。まあ、要は、どの問題をよく間違えて、どの問題が、まあ、連続して正解してますということで、そのデータを取ることによって、まあ、なんていうんですかね、問題の、このアプリの中におけるあなたに対する問題の出題傾向っていうのが、要は、この単語をよく間違えてるから回数多く出題しようとか、この単語は、結構覚えてそうだから、間違えたことがないから、通常よりも少し長めにスパンを置いて出題しようとかっていうのを診断してくれるんで、より効果的に、覚えやすくしてくれる、この診断ですね。First is sentence trainer. で、まあ、文章構成と書き取りですね。これが要は、まあ、文法的なところでしょうね。まあ、いろんなケースがあります。日本語でパッと表示されたものを、自分で考えて、次の画面では単語がたくさん並んでる中から適切な順番、適切な単語を選んで文を作ると。もしくは、耳で聞いただけでそれを何て言ってるのかを答えるとか、タイピングでやっていく問題もあります。いくつか、4種類か5種類ぐらいありますんで、聞いたものを書き取っていく、もしくは、ワードを組み合わせて文章を作るものの感じなんで、文法の訓練には最適じゃないかなと思います。Fifth is listening。これはもうリスニングですね。もうそのまんまリスニングですね。なんていうんですかね。まあ、このiKnowに入っているセンテンス、まあ、なんていうんですかね、自分が今やっている、勉強しているコースの中に限定されますけども、その中で必要なセンテンスをこう喋っていきます。で、シャドーイングにしたらシャドーイングの設定もできますし、何回、1回なのか2回なのか3回反復して喋ってくれるのかっていうのもできますんで、これもいいですね。まあ、これも、種類が5つありますんで、自分の気分に合わせて、まあ、気分で勉強するのもどうかと思うんですが、やっぱりリフレッシュしながら続けるのが一番大事だと思いますんで、いいかなと思います。This app is all in one. まあ、文法、それから、まあ、これどうだろうね。リーディング、それからライティング、なんだろう、リスニングとスピーキングも、まあ、スピーキングのテストに関しては発音のテストっていうのが載ってないんでね、まあ、ちょっとそれは違うけど、文法としてのスピーキングに関して言えば発音はね、また別として、これも全部で網羅してるんじゃないかなと思います。おすすめのアプリです。Next! So, more details. Please watch introduce videos. Next app.It's瞬間英作文 So, this app is separated four parts and way of training. So, this shuffle mode is phrase is random. So you can practice is random phrase training. まあシャッフルモードはその名のとおりシャッフルなんで、これもですね、this app is if you use this app, so you can practice on junior high school and high school days. These grammars are you studied junior high school and high school days. 中学校、only junior high school です。中学校、さっきの東進ブックスじゃないですけども、これに関して言えば中学校の英文法だけで構成されたものですね。ですから難しい文法は出てこないんですけども、中学英文法のもう再復習ということでやってますね。で、まあ、やり方としてはもうこのエクストラモードっていうのは追加の、エクストラモード is additional vocabularies.And phrases. まあ追加でね、もともと入ってた、おかわりっていう本があるんですけども、このおかわりに、掲載されてたフレーズがエクストラパートというふうに載ってます。まあこれも同じように、中学英文法で作られたフレーズですね。Yes,this app is separated four parts and way of two modes. So, let's get started. ちょっと英語が続きませんでしたけども。これはですね、4つのパートと、それから2つのモードで、分かられてます。まあ、通常モードとシャッフルモードありまして、シャッフルモードは、もう全部一色たなくてシャッフルしてやるやつなんですけども、全部シャッフルする場合と、1年生レベルをシャッフル、2年生、3年生をシャッフル、エクストラパートをシャッフル、各パートの部分をシャッフルする場合、全部のパートをシャッフルする場合と選びます。はい、まあ、これはもう、後から、まあ、最終的にだいぶ慣れてきてからの方がいいでしょうね。で、その前の通常が、1年生レベル、2年、3年と分かれております。あと、エクストラパートですね。で、これ、やっていけば、まあ、スピーキングに特化した感じなんで、反射的に言える自分が思ったことをパッとこう、言えるような感じですね。いい感じかなと思います。はい、じゃあこんな感じですね。4つのアプリを紹介してきましたけれども、皆さんがアプリをこう選択する場合、どれがいいのかなと、あくまでもこれも僕の個人的な意見なんで、合う合わないとか、その人の目的、何のために営業を勉強するのかによって変わってくるかと思いますけれども、参考にしていただければなと思います。はい、今日はこんな感じです。ありがとうございました。Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye!